はい、ということでここからはアシスタント MC のねリーも合流してパート2始めていきたいと思います。メイン MC はプーです。アシスタント MC は J リーグ大好きリーです。改めてよろしくお願いします。お願いします。ということでパート1なんとかやりきった気がしなくもないね。なんか一人だとやっぱ違和感がありましたが、まあ勝ってよかったね。負けた試合じゃなくて、あ、そうだね、うん、まずそうね、試合の内容としてはすごいいい試合の内容だった。そうです、ね、まあ放送の内容はまたちょっとね、いやまあ話しやすかったんじゃない。いや分かる、一人だけどさ難しさもあったけどね。いやまあそれはね、なんかやっぱさ反応ないと怖いしさ、それはあるよね。あれこれ終着点なくねみたいな話とかよくしちゃうじゃん俺はね。いやそうね、なのでまあまあ怖かったですね。なるほど。まあこんな感じでリーも帰ってきたのでパート2やっていきますか。はい。というところで次の試合の対戦相手は、はい、来ました、鬼門九州シリーズです ね、 長崎戦ですね。九州シリーズか。今年の J2 はちょっと鬼門ですね。ここが福岡長崎が、まあ、北九州ね、長崎ね、もうね早く俺ここで言っちゃったら多分ねリサーチを潰してしまうと思うので、あんま喋りすぎないで早くリサーチに行きましょう。ああ、まあそうっすね。もう言いたいことあるんだよ。ああ、あるんだ。長崎について珍しいな、はい、あるだろそりゃ。まあね。それではねリーに長崎について解説してもらいましょう。題してリーのリサーチ。はい、では今回も第35節の対戦相手、現在3位のチームですね、ビファーレン長崎について、データやメンバーをもとに現在どういう状況なのかなということを簡単にまとめていきたいと思います。ということでまあね、プーも話したいことがいっぱいあるということで、もう早速8月の試合ですね、ちょっと前回対戦の結果を振り返ってみましょう。1つ目のスライド、はいはいはい、この試合ですね、覚えておりますか。これはもう俺は忘れないよ、この1失点目アウェーでしたが。いやこれさあれだよね、みんな大好きツッコミシリーズだよね。あーそうだね、ちょうどこの時期だね、本当に8月、ね、9月頭ぐらい、うん、覚えてる、正島ツッコミよみたいな言った覚えあるもん。そう、ただ結構やっぱりこのミドルシュート本当になんか対応できない感じがこの頃のジェフな感じがしたよね、まあ、この八田介選手のゴールもそうだけど。いやーまあね、長崎ね嫌なチームですよ、まあ、この頃ちょうどねまた長崎がなんか首位に立つんじゃないかぐらいの頃だったよね。もしかしたら首位だったかもしれないけど、本当になんかめちゃめちゃ調子がいい頃の長崎と結構さ上位陣との対戦の頭じゃなかったっけこの頃って。どうだったっけな、まあ覚えてないけど、とにかくねすっげえしょうもないやられ方1点目した覚えがすごい強いんだよ、ね、まあシュートもめちゃめちゃ打たれてしまい、すごいね結構圧倒されて終わってしまったと。まあこちらねアウェーの試合だったので今回はホームですからね違う、はいはい、はい、まあこの長崎に対してどんな感じになるのかということで現在の長崎簡単に見ていきたいと思います。はい、現在3位です。まあ昇格がねどうなるっていうところが楽しいチームですよね。まあそうですね、なかなかね徳島あと意外と福岡がねちょっと調子崩しながらも落ちてこないということで3位に甘んじておりますが、まだまだ昇格の可能性十分にあるよというところで、やっぱり千葉に対してもしっかり勝ち点3を取りに全力で向かってくるんじゃないかというところがありますね。で、まあ勝ち点63ということで、まあ18勝9敗、あ、7敗、9分けということで、まあ勝つね。勝ちますよ、このチームは。いやーね、負けないよね。そう。やっぱりね、今年の上位陣負けないんですね。本当に。で、まあ前回対戦しっかり、まあ千葉もやられてしまいました。という中で、まあ得失点差54得点の34失点ということでね、結構攻撃力目立ってはいるんですが、チーム内得点を見てみましょう。はい。まあ、富樫選手もエースですね。これは本当に。あとは前回の試合でもやられました。畑選手。フォワードの選手ですね。そしてまあ、海洋選手、海洋セザール選手ですね。こちらで、まあ全員5得点ずつということで、個人で見てみたら、
まあなんかずば抜けた人がいない、そんなに超絶対的そうエースがいるわけでもないんだけど、チーム内得点王が5点なのにチームの総得点数が54得点なんだよ。まあ逆に言えばどこからでも点が取れるっていうチームなんですかね。そうなんですよ。まあなんかやっぱりすごいよね。まあこの富樫選手、畑選手、海洋選手、なんかみんな攻撃の選手なんだけど、まあスタメンで出ることが少ないけどね、イバルボ選手とかさ、はいはい、ルアン選手とか、もう澤田選手とか、あと玉田選手とかね、もうめちゃめちゃいるわけよ、フォワードのオプションが。ミッドフィルダーもそうだけど、そしてあれですよね、はい、もう下に出てますよ、主な補強のとこに。いやもうとにかくこいつだよ、エジカルジュニオ選手ですよ。いやもうさ話したよね、なんか夏あたりにさ、前田大然とか、まあね、前田大然とか、ね、エルマリノスが買い寄せっていう時にさ、はい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 、いやエジカルジュニオルかエニキ移籍するぞこれみたいな話してたら、まあエジカルジュニオ選手、まあ、まだまだ、まあ、去年普通にさ J1 で2桁取った、で横浜で、まあ、優勝の立役者の一人になったような選手なのでね、 J2 ではもう結構格が違うと言いますか。いやもうさ割とさ F マリノスやってくれてるよな本当に。いや本当に今年結構荒らしてくれましたね、買い漁ってさ、まあ、その中でも売り飛ばしまくって、結構ね超ド級の荒らし方だと思うよ、エジカルジュニオに関しては。いやもはやだってジュニオルサントス取ったところが結構ねピークだって俺の中で、はこいつは何やってんの、まあ確かにね、ってで、まあ、エジカルジュニオ、うん、まあなんかなんかさジェフに来るんじゃねみたいな話してるの俺ら一回。あそうだね、てか補強あるぞと、絶対出されるからこれ補強で取れるぞみたいな言ってたら、まさか長崎に取られたからな。まあそうですね、まあで実際に加入してからもうすでにね、あの得点何回も決めておりまして、勝ちにねしっかり貢献しているということでね、まあ、この選手、まあ、多分出てくるんじゃねえかなってところで、メンバーを簡単に見ていきたいと思います。はい、はい、まあ、基本442かなと思うんだよね、うん、でまあフォワードは誰が出てくるかは、スタメンで誰が出てくるかはちょっとわからないけど、まあ前節の感じを見てると、でも玉だと、まあ富樫かエジカルかみたいな感じだと思うんだよな。イバルボ選手が結構イライラしててやっちゃってたから、うん、そうなんだよ。でまあ、うん、あのジェフにゆかりがある選手が一人おりますね。そうね、高木は、はい、まあ試合にね出てたりはあんましなかったけど、今はね、まあ、前半戦結構徳重選手が出てたんだけど、最近は高木は選手多いなって印象があります。まあそして僕は注目したい選手が一人いるんです。誰だと思いますか？え、いいすかって言って、俺の好きな選手。あーでもね、ジェフに関わりある選手、俺がマジで獲得を熱望してた秋野。あーなるほどね、まあ確かに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 、千葉だもんね、うん、柏だもんね、もともとね、まあ、ユースからね。いやまあ確かにね、秋野選手、まあもう今年の補強の目玉だったんでね、いやまあすごいいい選手なんですけど、僕が注目したいのはね、この19番澤田選手の格好掛けで書かれている木田選手って選手なんですけど、知ってますか？聞いたことあるよ。あ、聞いたことあります。この選手ね、ジェフユースなんですよ。だからか聞いたことあるの。いやそんなわけよね。でね、最近結構ゴールとかでも存在感を示してきてるし、結構ねハイライトとか見てもらえば分かるんだけどね、個人技で勝負できる選手なんですよ。でちょっと動画見て、なんだこいつと思って、まあちょっとね、サッカーメーカー見たところ、まあ千葉と長崎で獲得争いの末、長崎に入ったっていうね、文言がありまして、何やっとんねんと思ったくだりがあるっていう。今何歳か、木田。ね、大卒ルーキーです、今年。ってことは、22、3ってことでしょ。まあ2、3だね。そう、まあジェフユースから、どこだっけ、専修大学かな、に入って、はいはい、まあ長崎行きましたよと、もうキレッキレのドリブルが魅力で、まあ、シュートもね最近得点力見せておりますというところで、まあ、このサイドがね、この名倉選手、まあ、澤田選手、北選手、そして大竹選手ね。結構さ、ジェフユースがまだ強い頃だよね。浦田樹とかさ、ね、中村京河とかが1個下ってことだよね。だからそう、いやいや、こんないい選手をっ
ってぐらい結構ね注目の選手で、途中交代から来てもなんか試合にね勢いをもたらすことができる、そんな選手なので、まあ結構ねやっぱり攻撃に注目ということで、まあジェフファンのサポーターの皆さんはね、この木田選手ちょっと注目してみてみるといいかもしれません。失ったもののデカさに気づくか、いやー、まあ、そんな ねこと言いたくないけどね。まあ、まあなんか、秋野選手とか亀川選手とかさ、あとまあ、玉田選手とか、ジェフじゃないけど、千葉に関わりのある選手が多いから ね。千葉に関わりが多いって言うけど、まあ、レイソルな。まあそうね、レイソルですよ、全員。元。みんなレイソルな。みんなレイソル。いや、まあ、そしたらね、こんな、長崎に対してジェフはどう戦っていけばいいのか、続いては長崎戦の試合展開について予想していきましょう。ということで、今節の負けられないポイントは、注目は千葉の守り方、打たせる、未然に防ぐ、新潟戦は理想の形ということですが。はい。まあもう、ここ最近のね、まあちょっと直近の試合、琉球に1対0で負けてるんですが、長崎の勝ち方ってどんな勝ち方かというと、もう5対0岡山でありました。町田戦3対1。水戸戦4対1みたいな、もう複数得点で勝つ試合が本当に多い。攻撃力がすごくって。ってことでやっぱりサポーターの見方としては、やっぱりジェフの守り方、注目してみてみると面白いんじゃないでしょうか。で、まあ、打たせた上でね、しっかりと防ぐのか、それともシュートを打たせない、しっかり詰めて、未然に防ぐのかっていうね、守り方いくつかあると思うんですけど、そうね。まあもう理想はね、まあ、僕は新潟戦の特に前半みたいな守り方だと思うんですよ。というと？まあなんか新潟戦って、まあ僕結構リサーチの時も言ったんだけど、新潟結構個人技で攻めてきたりもするんだけどってところで、まあなんかすごいいい守り方してたと思うんだよね。人数かけて、ちょっとゴール前でごちゃごちゃしたりはするけど、なんか枠内シュートを打たせないとか、なんかちょっと。そうね。攻撃の入られ方としてはちょっとヒヤッとしたりはあったかもしれないけど、ゴールは脅かされないみたいな守り方だ。割とあれだよね、前半っていうかさ、俺がさパート1で取り上げた、はいはい、あの前線からガツガツ行く守備っていうよりかは、ね、割とブロックをしっかりと形成して、うん、そうですね、まあやられない守り方を、はい、点を取りに行く守り方というよりかは、まずしっかりと守るところから入っていこうという、そうですね、まあ、なんかそんな感じですかね。琉球戦を、まあ、全部フルでは見れてなくて、かいつまんで見た感じなんですけど、結構しっかりと守られて、もう長崎は個人技で切り崩していくしか、みたいな攻撃のやり方で、まあ、結構なかなかゴールを奪うことができず、イライラして自滅みたいな感じ、流れが悪くなっちゃったみたいなところはあったと思うので、なるほど。まあね、そういうところで、やっぱり相手の攻撃をね、やりたいことをやらせない、選択肢を防ぐみたいな、これやるしかねえみたいな守備をできれば、この攻撃力が強い長崎にもしっかり勝てるのではないでしょうかと。なるほど。そしたらじゃあこの試合勝つためのキーとなる選手はどの選手に？はい、久々なのか初なのかというところでちょっと珍しいかもしれませんが、ゲリア選手です。ジェイソン、はい、まあね、本村選手出すこと結構多い中ね、次出るんじゃねってことでゲリア選手、いやまあね、どう使い分けてるかっていうところもね、ちょっと気になるところだけど、攻撃面はねかなり期待したいよね。せやね。ではじゃあ守備のところを、ね、そうなんですよ、見ていかないといけないってなった時に、まあ体は強い、もう体は強い、そこはしっかりやってくれてるし、まあなんかちゃんと最後まで走って守ってくれるところも結構あったりするじゃん。あるね。まあまあなんかただ僕はね、新潟戦の収録入れなくてこれを言えなかったけど、なんかこのジェイソンのとこからめっちゃチョンテセにパスが入んの、裏取られてめっちゃ怖くって、まあ、いやわかるよ、スーパーさセーブとかあるじゃん、まあね、スーパーディフェンスとか、あるある、うん、ジェイソンの、ね、だけどさ平凡ディフェンスあんまないよね。そうなんですよね。確かにそれね、うなずけちゃうんですよ。ちょっと堅実にしっかりみたいなところはちょっとやっぱりまだムラがあるのか、まあそういう選手はもともとないのかみたいなところもありますが、まあただね、守備もねかなりセーフティーファーストというか、まあ、クリアするとかしっかりクリアしたり、いるべきところにいてくれたりするところはね、まあ、期待したい。そして攻撃、そう、人数かけるところ、まあ、攻守にね渡って期待したいよね。そうなんだよね。この選手がやっぱり調子がいい時ってやっぱり見てて楽しいし、まあなんか勝ちにつながってることが多い気がするんで、ゲリアが躍動してる試合って。そうだね。まあ走り負けてほしくないですね。そうですね。そしたらじゃあ今節の最終スコア予想は、はい、
第35節ビファーレン長崎戦のスコア予想は1対0です。まあ、とにかく耐えろということですね。そうですね、耐えて耐えて耐えまくって、まあよく言えばあの新潟戦の2点目のような、そうなんですね、本当に少ない手数でもうとりあえず抑えると、ここにねやっぱり新潟をゼロに抑えれたわけだよ。長崎も期待しちゃいたくなるじゃない。長崎もすごいんだけど、やってくれないと困るぜ。そう、困るよ。3連勝目指しましょう、期待しましょう。久しなんか連勝が9月ぶりとかだったもんね確か。まあね、まさか正直なのでこんな言い方勝ち方してこの収録を迎えると思ってなかったのでね。だからまあ本当にね連勝を続けてほしい。そしたらまあこの辺でパート2終了しましょう。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録 SNS のフォローの方もよろしくお願いしましょう。それではまた次の動画で会いましょう。柏には負けられない。